どうも、うずです。本日は久しぶりにパソコンの話をしたいと思います。パソコンね。で、ちょっともう話が遅くなってしまったんですけど、 Windows 10、バージョンアップで、今後のバージョンアップで、Paint っていうソフトがなくなるという話が、先月か、7月25日に確かニュースで、ネットニュースかなで出ましたね。で、Windows のペイントって、それこそね、Windows が本当当初出た頃からもう長いこと標準ソフトとしてアクセサリーの中に入ってたソフトなんですよ。でも、このペイントっていうアプリケーション、あんまり使ったことないっていう方も多いんじゃないでしょうか。まあ、例えば Windows で写真加工するとかイラスト描くとかそういうことになってくると、まあ、フリーでよく使われてるサイとかイラスト関係の、あとは Photoshop とかイラストレーター、まあ、有料無料問わずそういったいろんなね、便利なアプリケーションがあるので、Windows に最初から入ってたペイントって使わない方も結構多かったと思います。ただ無料で使えて、なおかつ Windows に最初から入っているので、そのパソコンスクールとか、あとはちょっと体験ねさせるために学校で使ってたりということはよくあったと思います。で、中には私も仕事をやってる時にたまに使ったんですけど、その理由としては、その職場のパソコンに、画像加工系のソフトが全く入ってない場合、ペイントってその写真とかの切り取りができるんですよ。切り抜きか、それなので切り抜きとかをサササってやりたいときには、ソフト自体もすごく軽くてすぐ起動してくれるので便利なアプリケーションでした。で、それが最新の Windows からなくなってしまうっていう話が出て、すごい残念がる声とかもありました。で、理由としては、今ここに一つソフトをね出して、さっき適当にキャラクターをちょっと作ってみたんですけど、Windows 10には今 Paint 3D っていうアプリケーションが入ってます。これに統一したいんじゃないかなっていう話が一つありますね。要はペイントとペイント 3D、今までこう文字を書いたりとか切り抜きっていうのはペイント 3D で同じことはやることできます。だからペイントっていうね 2D 専用のソフトが入ってる必要性はマイクロソフトとしてはなくなったわけです。まあ、でもペイント 3D のちょっと欠点っていうものがありまして、起動がちょっと遅いんです。で、私のパソコンでも今一つペイントを起動してペイント 3D を起動したんですが、明らかにペイント 3D 遅いんです、立ち上がりが。まあ、それなので、もともと Windows に標準で入ってるソフトでやることって言ったら、そんなに複雑なことやろうって方はいないので、簡単に軽く起動できるペイント、従来のものの方が利点が高かったと思うんですね。だからちょっとこれは残念っていう声があります。まあ、ただ安心してほしいのが、ペイントはなくなるわけではないそうです。どういうことかというと、 Windows のストアの方から無料でダウンロードできるようにされます。まあ、それなので最初からプリインストールで入ってるソフトではなくなるんですが、ちゃんと無料でダウンロードして使うことはできるというふうに言われてますので、ペイントがなくなるっていう話は実際なくなるんではなく、Windows の標準から標準のねプリインストールソフトから外れるっていうだけになるみたいなので、安心してください。ということで、本日はまあ一本と一部の方にしか需要がないであろうお話、ペイントに関してのお話をさせていただきました。ただ今日ね、遊びでちょっとさっき起動してペイント 3D でキャラクター作ってみてたんですけど、丸型ツールだけね、球体のツールだけでこれだけね面白く遊べるので、触ったことないって方はぜひ Windows 10のペイント 3D 遊んでみてください。子供とかに触らせると絶対ね喜ばれると思います。これ楽しいですよ。私の YouTube チャンネルはこんな感じで、役立つか立たないかよくわからない情報なんですが、自分の好きなことを発信しているチャンネルになります。こういうチャンネル嫌じゃないなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。はい、ゆばちゃん、これどうですか、パパのキャラクター。なにこれ可愛くね。うさぎなのかスライムなんだろうね、スライムパンダ、スライムうさぎ、うん、はい、でも可愛い可愛いね。